ターで演劇制作を行い、蟹市から全国へ優れた演劇作品を発信していくアーラコレクションシリーズ第9弾は日本近代古典傑作選、お国と五兵衛、息子です。男と女のもつれ合う嫉妬と愛憎を描いたお国と五兵衛。雪降る一夜を温かくも切なく綴る父と子の物語、息子。共に大正時代に発表された名作を豪華2本立てでお届けします。蟹市の皆さん、こんにちは。佐藤美作です。今回2本のお芝居を持って伺います。一つは谷崎潤一郎さんのお国と五兵衛、もう一つは幼い薫さんの息子です。男と女、父と子、二つの情の物語です。ぜひ皆様劇場までいらしてください。お待ちしております。アーラコレクションシリーズボリューム9、日本近代古典傑作選、お国と五兵衛、息子は蟹市文化創造センター小劇場にて9月3日から8日まで公演です。アーラが開館以来続けている森山武雄ジャズナイト。蟹市在住の世界的ジャズドラマー森山武雄さんを中心に、国内トップレベルのプレイヤーが白熱した音の掛け合いを繰り広げます。今年は編成を新たに、日本ジャズ界の重鎮たちが放つ濃密な熱気と心にしみるメロディーをお送りします。森山武雄ジャズナイト2016は蟹市文化創造センター主劇場にて9月17日土曜日午後6時半開演です。アーラ未来の演奏家プロジェクトで蟹市に滞在し、超絶技巧で市民を魅了したピアニスト斉藤龍と、クラリネットの魅力を余すことなく変幻自在に操る仙台フィル首席クラリネット奏者ダビッド・ヤジンスキー。チューリッヒ芸術大学在学中より共演してきた旧友の2人による10年来の息の合った音色、ピアノとクラリネットの名手による無限で幅広い表現を存分にお楽しみください。蟹市の皆様、こんにちは。ピアノの斉藤龍です。このクラリネットのダビッドとは留学中の友人でして、今彼は仙台フィルで、首席奏者をしていますけれども、当時からデュオを楽しんでいたので、このデュオの楽しさを蟹の皆様にもぜひお聞きいただきたいなと思います。蟹に来るのはこれで3回目なんですけれども、また蟹で皆様にお会いできることを楽しみにしております。どうもよろしくお願いします。斉藤龍&ダビッド・ヤジンスキーデュオリサイタルは蟹市文化創造センター小劇場にて9月22日木曜日午後2時開演です。